それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、和歌山県の高齢化率、はいはい、こちらは5位というふうに伺っているんですけれども、ね、どんなふうに なるかということをですね、ちょっと申し上げたいと思います。はい、お願いします。これは あくまでもですね、これまでの数勢に基づく推計なんですけども、はい、和歌山県今高齢化率が高まってますね。高齢化率が高まるということは高齢者人口も高まるということになりますね。はい、でそれはいつピークになるかというと、2020年ぐらいに65歳以上の人が、一番高くなるはずなんですね。はい、でどんどん高くなるんじゃないのってこう思われるでしょう。ところがですね、やっぱり人口は減っていくんですよ。じゃあ今度はね、はい、75歳以上の人、そろそろ、後期高齢者でね、はい、そろそろ体壊したりもするかもしれないと、そういう人はどうかというと、これは2030年がピークなんです。はい、これ段階の世代の方がそれぐらいの年齢を迎える、ね、ということですね。実はね、どんどん人口が減っていくので、はい、高齢化率は高くなっていくと思いますけども、高齢者数で見ると65歳以上で2020年、はい、それから、2030年で、75歳以上が一番大きくなる、はい、こういうのがね、今後の見通しなんですね。なるほど。まあ、こちらを見てみますと和歌山の、将来どうなるんだろうかと思うんですが、はいはい、いかがですか。これはですね、やっぱりいろいろな意味で高齢者が幸せに、和歌山で暮らしていけるというふうにこう考えておかないといけない、はい、何が足りないとこはないかとかね、はい、そういうことを考えるのが我々の、仕事だと思うんですね。はい、でそういうことでね、はい、どういうことを考えておいたらいいかということを、昨年度、はい、1年間かけて、結構部内でよく議論しました。はい、その結果ね、4つの柱で、政策を立てていったらいいだろうというふうに我々は今思っています。はい、それでこれは第一の柱は見守りですね。はい、で第二の柱はやっぱ健康ですね。そうですね。それから第三の柱は、これは安心です。はい、私の老後どうなるのかしらというふうに、いつも心配でドキドキしてるんじゃ人生面白くありませんね。それから第四の柱は産業化で、そういうことをね、はい、我々は考えてきました。はい、はい、それではこの老後に安心を届ける政策4本柱の1つ目、はいね、見守りからお願いいたします。はいはい、でまず見守りについてはですね、はい、実はこれはどちらかというと今まで、やってきた政策が、割合うまくいってる、各県の中でもなかなか立派と、はい、いうふうに結構先進的なんですね。先進的なんです。でまずですね、地域による見守りというのをやってきました。はい、で、特にやっぱりお一人暮らしっていうのが、結構多いんですよね。それから認知症の高齢者もどんどん増加しているから、今後4万人ぐらい超えてくるんじゃないかというふうにも思うんですよね。はい、そうするとそういうところをどうするか、これはものすごい大変です。それで、民生委員の方とかね、そういう方を中心にして地域見守り協力員という制度をね、22年度ぐらいから作りまして、ね、はい、これ素晴らしいですよね。それで、そういう方々が、近所のことについてちゃんと配慮してくださるという制度を、作ってあるんですね。はい、それ昨年度、昨年ですね、ここにありますように郵便局、宅配、電気、飲料販売、農協、新聞などって書いてありますが、こういうそのお宅に直接お邪魔をする、そういう方々に例えばあそこにピンポンってやったらね、いつも元気なおばあちゃんが出てきてくれて、で非常に楽しかったんだけど、なんか変だと、出てこないとかね、お留守かな、お留守が長いねとかですね、そういうような話があったらすぐに届けてください。はい、で様子見に行きましょうと、こういうふうなことを今やってます。はい、で将来はね、もうちょっと IT を使って、これができるようにならんかなというようなことも今考えているところです。続きまして第二の柱、はい、健康について、こちらはいかがでしょうか。はいはい、これはですね、ここに書いてありますように大切な点が3つあると思うんですね。はい、でまず栄養とか食生活の改善をしましょうと、バランスの取れたお食事をしてもらったらいいんですよね、ということなんですね。それから運動習慣、はい、これは大事ですね。それから検診ですね、お病気がないかどうかをちゃんと見てもらうということが大事だと思うんです。でその中でですね、
健康推進の制度っていうのを作ろうとしたのが第一の柱なんですね、はい、でこれは長野県なんかでですね大変うまくいってる制度なんですが、地域で活躍している人をね健康推進という、こうタイトルをね、差し上げるわけですね、はい、でそれで、まあ、皆さんにできるだけ働きかけをしていただいて、で検診とか、はい、あるいは健康イベントとか、それからまあお食事をどうしたらいいんだとかね、そういうようなことについてどんどん呼びかけてもらおうじゃないか、まあそういうことをね一つ考えてるんですね。健康でも見守っていくという、ね、まあそうですね、はい、そして健康2つあるとおっしゃいましたが、はい、もう一つは、はい、もう一つはね、はい、やっぱり活動してもらった方がいいと思うんですよね、でまあ、60歳定年、はい、まあ、仕事がなくなります、まあ、生活は別に困らないんだけどっていうような人も、はい、少しこう社会のためにいろんなことをやっていただいた方が、はい、なんかこう励みにもなるし、それだけまあ動きますよね、はい、でその方がいいんじゃないかというふうに思うんですね、はい、そこで和歌山シニア活躍推進拠点というのを作って、でそこにいろいろ登録をしておいていただいた人に有償ボランティアでいろんなことやってもらうじゃないか、で県の拠点も作るし、これは専門的な知識や技能で活躍する高齢者を支援するし、市町村の拠点ではその地域で地域のために尽くしてあげようというような人の活動をね、はい、この組織化したり呼びかけたりするということなんですね、なるほどね。それからスポーツも大事じゃないですか。そうなんですよ、やっぱりお年寄りといえどもね、はい、スポーツをに差し向というのは健康のためには大変いいと思うんですね、はい、それでちょっとね和歌山県もいろいろ工夫をしておりまして、これから高齢者のスポーツを大事にするような非常に大きなイベントをね、はい、作っていこうとしてるんですね、はい、最大のものはね、関西ワールドマスターズゲームズ、はい、これは東京オリンピックが2020年行われますね、はい、その次の年に世界の、はい、ワールドマスターズゲームズ、これは全ての競技があって、ある年齢以上の人が誰でも参加できて、はい、予選もないから誰でも来てよろしいと言って、というような大会をですね、はい、関西全体で誘致しよう、関西広域連合でね、誘致しよう、これがね、まあ、ホップステップジャンプって感じですね、はい、3段階ですね、ジャンプで1つ前、はい、2年前、はい、年輪ピック、これは高齢者スポーツの祭典みたいなものなんですね、そうですね、はい、でこれは毎年こうどっかの県でやっていくんですけど、これは和歌山で2019年にやってあげようと、はい、この度決まったばっかりなんですよ、はい、それから2017年、はい、そのまた2年前、はい、これはですね全日本マスターズ陸上競技選手権大会、はい、で実はこのトップリーダーが和歌山の方なんですよ、はい、河野池さんと言いましてね、はいはい、それからもともとこの運動は和歌山で始まったんです、小田美京さんなんかがね、発祥の地って言いますよね、そうなんです、発祥の地、はい、ですから、こういうことをこう目指してね、みんなで頑張ってもらって、しかも多くのお年寄りがねどんどん和歌山に来てくれるというのはいいことじゃないかなと思ったんですよね。これは素晴らしいですね、はい、さあ続きまして、はい、第3の柱ですが、はい、こちらはどのような政策でしょう、はい、これはね安心ですね、はい、これやっぱりこれがひょっとしたら、まあ、一番大事なところだと思いますね、で、私の老後はどうなるんだろうかということが、こう確信を持てないとなんかこう我々の気持ちが揺らぎますよ ね、 そうですね、で面白くないし、はい、でそういうことをちゃんと県民の皆さんにご説明して大事なところだけはちゃんと抑えようとしてるんです、はい、それで先ほどお見せ申し上げましたように2020年に65歳以上の方が一番大きくなる、はい、それから2030年になると75歳以上の人が一番大きくなる、はい、多くなる、ね、はい、そういうことでしたね。その時に施設に入りたいというような人が、はい、十分入れてくれるだろうか、はいはい、どこでも入れてくれないんじゃないかとかですね、そういうような議論が、まあ、すでに起こってるわけですね、はい、で逆に言うとですねそこのピークを過ぎると、はい、むしろ減っていくわけですから、はい、そのピークの時にちゃんと必要な量があればいいわけですね。そうですね、はい、それからもう一つはですね
そういう施設に入りたいという人と入りたくないという人がいるんですよ、うん、そうです ね違いますよね、で実はねアンケートを取ったりして徹底的に調べたらね、はい、26% の人は入りたい、はい、逆に 74% の人は入りたくないって言ってるんですよ、はい、ですよ、そうなんですか、はい、でそうするとですね、その無条件に増やせばいいっていうもんでもなくて、今の制度を前提して考えると介護保険料がそれに乗っていくわけです。ですから介護保険料がどうなるかあんまり大きくなるとね、皆さん大変ですよね、はい、で今考えますとこうなりましてね、7700円ぐらい払っていただくということになるかなという感じ、はい、でこれをねどう考えるか、はい、難しいと思うんですけど、私はまあその程度だったらやっぱり作った方がいいんじゃないかと思ってるんですけど、やっぱりそれは少ないに越したことはないから、はい、できるだけ施設の数を減らしていこうという運動をした方がいいと思うし、それからその、介護保険料もですね、自己負担が少なくなるように国にもうちょっと面倒見てもらいたいというような働きかけはしていかないといけないと思いますね。でそこに入らなくても済むって言ったらどうしたらいいかというと、そこに書いてありますように、はい、その例えば民間の高齢者施設の整備をどんどん促進していけば、そのお金を持ってる人はその介護保険に必ずしも面倒見てもらわなくてもどっかの施設に入れるかもしれないというところもあるんですよね、ですからまあここにありますような約2万人、はい、うち特養7600人というような、ことを達成すれば、はい、まあ大丈夫なんだけども、それもできるだけ少ない方がいいかもしれないから、いろんな努力はしていこうと、はい、そして第3の柱の2つ目なんですけれども、はい、今あんまり施設に入りたくない人も多いんですよねというふうに申し上げましたね、はい、でそうするとですね 74% の方は自宅で老後を過ごしたいと考えております。そういうことですね、はい、そうするとここにありますように訪問介護、訪問リハビリステーション、これいろいろありますけど、こういうものをこう組み合わせてですね、そういうサービスが多様に提供できるように、まあ、した方がいいんですよね、はい、それからもう一つ下に書いてありますのは、在宅で、中心になって介護なんかも時々やってくれてるようなご家族なんかが急病になることだってありますよね、そうですね、そういう時に高齢者を、そのショートステイでね、はい、施設に入っていただくということが できるといいわけですね。でそのため その仕掛けをね、はい、県でやっておくということなんですね、さまざまな安心の施策が講じられている、はい、ということですね、はい、そして4つ目最後の柱ですが、はいはい、産業化、これは産業化、やっぱりその お年寄りがのニーズが高いということは、それだけ、まあ、産業としてのニーズも高いということですね、はい、それから、これがうまくビジネスになったら、うん、実は雇用が増えるんですね、そうですね、はい、で和歌山で雇用がたくさん増えたら、うん、それは和歌山にたくさんの人が住めるということですよね、でそういうふうにやっぱり物事は考えた方がいいねと、うんうん、例えば東京とか大阪なんかでは、結構ですね、まあ、ある意味では贅沢な有料老人ホームとかサービス付きのですね、高齢者のマンションとか、そういうところへね結構住んでおられるんですね、はい、ならばそれを誘致しちゃえと、はい、そしたら雇用も一緒についてくる、なるほど、それからお客さんも誘致したらいい、はい、それから和歌山の人も入れればいい、でそういう多様なものを和歌山で展開してもらうということは悪いことではないな、そこで誘致をするために福祉産業立地室というのを作りましてね、でも全国の業者さんに徹底的に和歌山どうだというふうに、やってみようと思ってるんです、はい、それからもう一つはですね、で蓄えは多いがフローの所得、つまり年々入ってくる所得はあんまり高くない、年金ぐらいしかない、ということは、その個々の、その時々の収入は少ないんですね、はい、で資産はいっぱいある、はい、そんならばその資産を、何らかの意味で利用して、それで、例えばちょっとレベルの高いちょっと贅沢なね、はい、老人ホームみたいなところへ入るためのお金をそこから作れないかというようなこともあると思うんですね、はい、でこのリバースモーゲージってそこに書いてありますが、はい、これは資産から収入を売るための方策なんです、はい、でそういうことを、あるいはこの資産を貸してもいいですね、はい、
でそういうふうにしてこの資金調達を何かできないもんか安心にね、はい、でそういうことをちょっと考えてみよう研究してみようと思ってるんですね、はい、あ、はい、これ新しい方策、はい、でこれあの全国的にもこのリバースモーゲージなんて、はい、あのもう定着した概念というかね、そのアイデアだけがあるんですけど、具体的にこれでいきましょうと言って成功した例がまだないんですよ、うん、そうなんですか、はい、なかなか難しいんです、はい、ですから、そういうことをこうすればうまくいくぞということをね、和歌山県で真っ先にこう発明してみよう、あ、こういうふうに思ってるんですけどね。なるほど、わかりました、まあ、高齢化というとね、はい、あのとかくなんか暗いことばかり考えがちなんですけれども、はい、いろいろと方策を練ってみると、はい、あの未来があるというか、はい、とても健康で ね長生きをしてね、しかもこんなあの空気もおいしくて、景色もよくて、はい、いろんな産品があるところでね、はい、あの健康で長く生きられれば、はい、これに越したことはないと思うんですよね。一番の幸せですね。はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。